＆県庁成長クラブの皆さんです。皆さんこんにちは。私たちは先ほどご紹介をいただきました北海道高知県人会と県庁成長クラブです。1954年よさこいが始まって以来ずっと引き続いてきた成長の鳴子踊りを今踊っております。よさこいは戦後の復興と商店街の活性化のために始まりました。今コロナの中で私たちはこの成長の鳴子踊りを通しまして市内の活性化、また頑張っている皆さん方を応援したいと思います。掛け声はコロナ対策で出せませんけども、笑顔でその分よさこいの心を伝えたいと思います。一緒に成長踊りを踊っていただきますようによろしくお願いします。それでは成長をご覧ください。